はい、こんにちは。今回はストーカーシャドウオブチェルノブイリの、トゥルーエンドというか、新エンドと呼ばれるものですね。そこに到達するための道筋を追っていきますが、まずですね、X16 っていう施設、何ですかね。ここですよね。バンカーみたいなところがあって、そこから周りにゾンビがいて、ここに入っていって、で、何ですかね。なんか実験してるらしいっていう施設がありましたよね。そこの中に、ゴーストっていう人の ストーカー、ここに案内したストーカーの遺体があるんですよね。で、それを見つけると、この、グイードでいいのかな?に会えっていうミッションが始まるんですよね。で、これを進行させないと、トゥルーの方に行かないらしいんで、今それを追ってですね、ここのバーキーパーがいるバーにから出て、ここ一番最初のトレーダーがいるところですね、そこにそのマップ、コルドンって読みますかね。はい、ここまで戻ってきました。で、ここの前、助けた人がいますよね。犬に襲われてて。その人がいたところに、ゴーストがいるんですね。はい。話しかけてみましょう。グイード、よ兄弟。グイード、俺はドクターに会いたい。まあ待て、どうやってドクターのことを知った？ゴーストが俺を導いた。ドクターに接触する手助けをしてくれ。急を要する。おい、それを先に言え。ドクターはストークの隠し部屋にいる。お前が自分で言った通りの男なら、それがどこかわかるだろう。はい。前に行った施設の中の、地下道を通って行った隠し部屋ですね。あそこに行きます。はい。グイードは大したもの持ってませんね。はい。興味深い話はないな。はい。では、これで終わりです。ミッションが更新されているはずですね。ドクターに会え。はい。ストールレックが、たちが以前使っていた隠れ家で、ストールレックの使いを待つことにした。我々の仲間ならその場所がわかるはずだ。はい。こうなっています。で、その場所は、ここですね。はい。このなんとか研究所。ここに行くためには、ここから入るんですが、ガーベージから、
なんていうかな、地下に入っていきましたよね。まずそこまで行かなければいけないので、それはそれで繋いでいきましょうか。はい、うまいこと編集して、なんとか繋げたいと思います。はい、ここまで来ました。アグロプロム研究所、ここですね。前になんかのグループがわーって来て、わーって言って、じゃあここだよって言って、教えてくれた地下道への入り口ですね。はい。まあ、さっきいたのがこの辺で、こっからこう来て、こう来たわけですね。まあ、実はだいぶ迷ったんですが。はい。で、これですよね。はい。で、今ちょっと、あ、このね、プレイボーイがね、このモッドではなんかいろいろみんな持ってんですよね。なぜかね、このストーカーの世界にも、女の人がいないんで、プレイボーイはモッドじゃないと多分出てこないと思います。女ストーカーとかもいてくれるといいんですけどね。さあ、そうだ。あ、大丈夫ですね。はい。では、ここ入ってみましょう。これが、まあ、なぜここを撮っているかというと、取らないと、あ、ちょっと待ってよ。ここで戦闘するんだったら、これを着た方がいいですね。ここの人たちは厄介なんで、今これはナイトビジョンの映像です。普通に戻すとこんな感じですね。このモッドの高精度なナイトビジョンはこういう感じで見えますね。どっかこの辺に武器があったような気がするんですが、今、恐ろしいぐらい、物を持てる状態になってるんでね、ゲームの楽しさを損なってしまいますが、ま、僕は別にその辺気にしないので、金を稼げるだけ稼いで、アップグレードとかね、アップグレードじゃない、修理とかそういうのにお金がかかるんで、武器とか防具とかね、本当はこんな感じです。
のやり直しプレイあたりから左手キーボードをもともと持ってましたけども、最近使ってませんでしたけどね。FPS、まあキーボードでゲームをすることをほとんどやめてたんで、左手キーボードを復活させて、でキーボード全体を使うとめんどくさいな。あ、ネズミちゃんがいます。ネズミは大量に発生するとまずいらしいんですけど、特に異変を感じないので。Растяжку-то полез. Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. ただの幻影、そして誰もモノリスにたどり着いて帰ってきたものはいない。多分みんなそこで死んだのだろう。だからお前がいなかったら私も少し情報を探していたのだ。そして基本的にモノリスの管制室へ入るドアのためのデコーダーがある。そしてそのデコーダーはクリーピーアーチに隠し場所に隠しておく。今、座標を、それを開くためのキーを渡す。デコーダーを持って、そして石棺でドアを見つけてくれ。そしてその時お前は、お前は、これがゾーンの本当の真実を暴く唯一の手段だった。これはお前が解明しようとしたものだ。はい。ということで、まあ夢でうすうす語られていたわけですが、自分がまあストルレックだったわけですね。で、ミッション的には、まあ通常ミッションがあるんですが、この先だいぶ行ってから、ここのホテルに、隠し場所があるらしいんですね。で、そこに行って、デコーダーを拾うという必要があるということですね。なのでまあ通常ミッションも進めていって、ここまで到達したら、またやるという感じで、次はじゃあまあ戻らなきゃいけないので、通常ミッションはここはやったので、まあそこから出てからでしょうね。みんなでわーっていうところですね。その辺をこなしながらやっていこうと思います。
うまいこと編集ができていると思いますが、はい、次ですが、現在プリビアッチの、ホテルに来ています。それでこれですね、ホテルの秘密の、隠し場所2階だったと思いますが、ここにとりあえず向かいます。ちょっとナイトビジョンをオンにしておきましょうか。まだ声がしてますね、敵の。今回いろいろあってここまでたどり着いたんですが、この前の段階で一緒についてきてくれる人たちはみんな死んでしまいました。それで、ここを開くわけです。そして、これですね、ちょっとセーブしておきましょうか。これを取ります。これだと思いますが、ストールレック自身によって、書かれていると書いてありますね。はい。で、ミッションが、隠し場所を調べろ。まだこれじゃないですね。これか。はい。これで、これじゃないですね。ドライブみたいなやつ。ここには入ってないのか。ちょっとわかんないですが。これバックに移しとこう。これをここに入れて。声が近くにか。任務が近いぞ。多分この外にいますね。研究所で隠れたドアを見
見つけ出せという任務になります。はい。で、そのドアを開けるための、道具だったんですよね。で、この段階でも多分石棺には行けると思うので、そっちはそっちでやろうと思うんですが、はい、これですね。隠れ家は俺と、ファンクがどうやって、石棺へ通じる地下回路に潜入したか、そこで不審な扉を見つけたという書き留めた書類があった。ファンクは、次回来るときに電子ロック解除機を使って、この扉の暗号を解除しようと言った。その後俺たちは、思わぬ死ぬ思いで逃げ回る羽目になった。モノリスのパトロール隊の、大群に出くわしたのだ。ああ俺は隠れ家で、解除機も見つけ、ドアを探す時の方向も覚えていた。にもかかわらずモノリスにこれ以上近寄るのは大きな危険を伴うと判断し、最終的には廃墟化した、核反応炉上部の石棺に行くのは避けることにした。モノリスはそこにあるようだ。はい、モノリスまでは行ってなかったっていうことなのか、しかし夢でそのモノリスの様子を見たような気がするんですが、はい、ということでこれからは結局ですね、またここ越えてここまで行くことになりますので、そこまでは多分一緒だと思う、というかそこも違うかもしれないんですが、まあセーブデータを分けて、まあここまで入ってたらセーブデータを分けるような感じにしようかな。はい、でやっていきます。はい、では今回はここまでですかね。エンディング到達付近に関しては生放送でもやると思いますね。そっちはそっちでやるはずです。まあ、今のところ、ストーリーに大きく関わる部分はないと思うので、エンディングだけ見ればなんとなくわかると思います。この動画は編集するのでつなげてこれまでの経緯がわかるようにはしておきます。はい、そんじゃあまた。